私の指導教官が言ってました。無事に着陸できてこそのフライトだと。今日無事に着陸できるかはあなた次第です。着陸設定は済んでいます。速度は65ノット、フラップは10度、出力はアイドリングです。目標を滑走路末端に維持してください。滑走路の10フィート上まで来たらフレアを行います。下げてアイドリングに。それでは目標地点を滑走路の端に移し、ヨークをわずかに引いて機首をその少し上に向けます。そうです、ブレーキをかけて速度を落とし機体を停止させましょう。今の感じです。